発射実験に赤信号がついてきましたが、今回は韓国の新型潜水艦と北朝鮮潜水艦では太刀打ちできないことを詳しく見ていきますね。派手な装備や原子力などと言っているが、潜ってこそその真価は問われます。近々特集しますが、現部4は、実は、着弾時の映像が全く違うと。では、2021年9月には、朝鮮半島の2つの国家、つまり、北朝鮮と韓国による、各々の兵器による、それぞれの意図を込めた、催涙発射が行われ、周辺国である日本でも、それらに対する、解釈や分析等の報道が、多数なされている。時系列で、これらのミサイル発射を見てみると、まず、9月7日に、韓国の新型潜水艦で、前月の8月に収益が発表されたと三安チャンホが潜水艦発射型の弾道ミサイルの発射実験を最初に言った。これに呼応するかのように北朝鮮が11日と12日に連続して長距離の巡航ミサイルを発射した模様で、これは最大射程距離がおよそ 1500km にも達するのではないかと考えられており、無論日本もその範疇に収まる。さらに続く15日に、韓国海軍のトサンアンチャンホが、再び、潜水艦発射型の弾道ミサイルの発射実験を敢行して、これを成功させたと発表されており、世界で8カ国目の同ミサイル保有国だと見さされた。潜水艦発射型弾道ミサイル、つまり SLBM は、これで、アメリカ、イギリス、フランス、およびロシア、中国、そしてインドとこの北朝鮮、韓国の8国が保有することになったとみられ、世界的に見ても、稀有な兵器であることは事実だ。さらに、トサンアンチャンホからの2回目と、同日の15日には、北朝鮮も、弾道ミサイルを2発、日本海方面に向けて発射したことが確認されており、朝鮮半島の両国が、互いを牽制するかのように、その力を誇示したと思える。北朝鮮の SLBM 本体としては、2015年以降に、発射実験の成功が喧伝された、北極星1号に始まり、2019年の北極星3号の発射実験、2020年の軍事パレードでの北極星4号の披露などで、その存在が確認されてはいた。しかし、兵器としての SLBM の実用化には、それを搭載可能な潜水艦の存在と、水中の潜水艦からの発射能力、コールドローンチ技術の獲得が必須となるが、北朝鮮には、その潜水艦自体の実用化が確認されていない。これまで、北朝鮮側が、北極星1号の試射の様子だと公表していた映像も、他国の同兵器のものを改ざんしていた疑惑や、潜水艦ではない、単なる海中の発射筒状のものを使用しているとの指摘も出されており、実用化を疑問視する声も多い。ことに、2020年の軍事パレードで、車両の荷台に搭載されてお目見えした、北極星4号は、中身は伴わない、いわゆるミサイルを模したハリボテであり、北朝鮮の国威発揚と部位を強調するために登場させたと見る向きが大勢を占める。ただし、北朝鮮が核兵器を保有していることに変わりはなく、韓国が SLBM を実用化しようとしている現実への対抗上、そうした兵器開発の進展を匂わせることが最大の目的であり、日本の防衛上からも過小評価は禁物だろう。北朝鮮の狙いは、韓国のトサンアンチャンホへの SLBM の6機の搭載を見れば成功しているとも言え、トサンアンチャンホは、2019年に、北朝鮮が、北極星3号の発射実験に成功したことへの対抗策とも言える。韓国のトサンアンチャンホの機構は2016年まで遡り、2018年に、浸水までこぎつけているが、
2019年の北朝鮮による北極星3号の発射実験成功が韓国側に与えた脅威はかなり大きかったと思われる。そのため、2021年8月に就役式を終えたとサンアンチャンホは、翌月にあたる9月に前日のように、7日、15日と SLBM の発射実験を矢継ぎ早に実行、これを成功させたと発表することで、北朝鮮への牽制につなげようとしたのだろう。北朝鮮の国営メディアである朝鮮中央通信は、9月20日掲載の記事上で、韓国のトサンアンチャンホの SLBM は未熟な軍事兵器であり、実戦の兵器としての脅威とはなり得ないと酷評しているのは想像通りの反応だ。ただし、自国も SLBM の北極星シリーズを保有している前提から、SLBM の兵器としての軍事上の戦術的、戦略的な価値そのものは当然評価しており、あくまで韓国のトサンアンチャンホの SLBM への批判だと読める。余談だが、この朝鮮中央通信の記事では、韓国のことを南朝鮮と記述しており、我々のような日本側が、正式な国家の名称、朝鮮民主主義人民共和国を北朝鮮と自然と表現するように、向こうも同様な表現手法を行うのだと気づかされた。韓国海軍のトサンアンチャンホは、同級潜水艦の初期型であるバッチ1と呼称されており、排水量は水込み3358トン、水中3705トン、全長が 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルで、県の SLBM 用 VLS を6機装備している。以後のバッチ2やバッチ3では、排水量、全長ともに、若干拡大されるとみられ、それに伴い、SLBM 用の VLS の装備数も4機増加させた10機となることが確実視されており、それぞれが各3隻ずつの合計9隻の建造が予定されている。また、トサンアンチャンホラバッチ1では、鉛製の蓄電池の使用だが、バッチ2では、これをリチウム電池に換装したディーゼルエレクトリック推進。バッチ3では、推進方式を原子力にする計画を表明している。このバッチ3での原子力推進の実現は、韓国とアメリカとの原子力協定もあり、現実的には困難との見方が大勢を占めていたが、2021年9月に、オーストラリアが、アメリカ、及びイギリスの支援による原子力潜水艦保有を打ち出したことで、今後が注目される。アメリカやイギリスの思惑は、海洋進出を強化している中国海軍の封じ込め策の一環として、オーストラリアにも長期間の作戦行動が可能となる原子力潜水艦を配備させ、自国側の陣営の戦力強化を狙ったものと映る。その理屈を韓国がそのまま応用できるとは、北朝鮮や中国の反対の意向を反映したものか、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベス・ノプサンへの入港を急遽取りやめた点からも、疑問視はされるが、ゼロとは言い切れないだろう。韓国が、いずれかの分野で、アメリカに譲歩する政治的取引に成功するならば、近年、経済的にも政治的にも、中国に近かったオーストラリアに、すら事実上封印していた。原子力潜水艦技術の供与を行うことからは、わずか虚柄可能性はあるかもしれない。韓国のトサンアンチャンホをめぐる意見で興味深いのは、F-35 ライトニング2などに象徴される日本の防衛力のあり方を批判的に論じ、ジャーナリストがこれを韓国の自主防衛注力だと持ち上げている点だ。こうした論者たちは、護衛艦、出雲、や、加賀の航空母艦化等には批判的なようだが、韓国の原子力潜水艦や SLBM、つまり、いわゆる攻撃的兵器の国産化は、
もろ手を挙げて称賛しているかのようで、主張の整合性が全く感じられない。日本の自主防衛を本気で問う覚悟があるのであれば、防衛予算の倍増や長距離攻撃兵器の保有など考えなければならない。現実的な課題は、もっと根本的な部分にあると言わざるを得ないだろう。個人的には、韓国の自主防衛を称賛する意見とは、現在の日本政府の批判の裏返しとして唱えられているとしか思えず、実際に、日本が自主防衛に舵を切ろうものなら、今度は軍国主義だと言いだ程度のものにしか聞こえない。